ベンジスはもともと小さな集落で、暮らしも厳しかったみたい。ある年に虫害が起きて、飢饉とモンスターが集落を壊滅状態に追い込んだ。そんな時、船いっぱいに食べ物を積んだ商人がやってきて、途方に暮れる人々を救った。その船が岸に着いた日を記念して、ビータ祭が行われるようになったの。もう気づいたでしょ？そのベンジスを救った商人というのが、カレイドおじさんなの。今ベンジスがあるのも、おじさんのおかげ。あなたはカレイドさんを、尊敬しているようですね。そりゃそうよ。カレイドさんは伝説の人だもん。例えばね。あれ、いつの間にかこんな時間。あなたは長い間話していましたから。ああ、私喋りすぎだよね。そうだ、人探しだよね。私の友達にも頼んでみるよ。ついてきて。あれ、ヒルダじゃない。久しぶり。コリーさん、お店の方は順調？なーに、またお店の手伝いをしてくれるの？あれ、私がバイトしてる時は盗み食いばっかりするって怒ってたくせに。あのね、ちゃんと働いてくれたら玉の盗み食いくらい見逃してあげるわよ。すぐ笑ってごまかすんだから。それで今日は何か用があるんでしょ？ちょっと頼みたいことがあって。今ジークって人を探してるの。その人を見かけたら。へえ、なかなかのイケメンみたいね。そのジークって人のこと、まさか好きなの？え？いやいやいや。ああ、ハリスが知ったらがっかりするだろうな。私のかわいそうな弟よ。だから、違うって言ってるでしょ。それに、ハリスは関係ないから。あれ？そういえば、ハリスは？あの子ももういい歳だからね。今年のビータ祭は自分で店をやるんだって。今そこの下の方にいる。へえ、あの泣き虫がね。一人で本当に大丈夫なの？私もちょっと心配だから、代わりに見に行ってやってくれない？ここは手が離せないの。わかった。じゃあ人探しの件はよろしくね。はいはい。あとこれ、おやつ代わりにどうぞ。じゃあね。あれ、ヒルダ？なんでここに？ああ、泣き虫のハリスだ。コリーさんが心配してたから代わりに様子を見に来てあげたの。そんな浮かない顔してまたなんかやらかしたの？別に、ただやることが多すぎて追いつかないだけ。仕入れた品物を運んでくる時間もなくて、まだ大きな箱が不当に残ったままなんだ。どうせまたサボってたんでしょ？だってあの荷物、昨日にはついてたよね。でも一人だと本当に手が回らないんだ。ヒルダ、もしよければ。はいはい、ストップ。私だってこんな店手伝うほど暇じゃないの。ヒルダ、その荷物は私が運ぶわ。人探しを手伝ってもらう代わりに。そうね。それならお互い様だし、私が意地悪したってハリスに文句言われずに済む。荷物は店の入り口に置いておけばいいんでしょ？ねえ、泣き虫くん、お礼くらい言ったらどうなの？誰が泣き虫だよ。それはガキの頃の話だろ。
物を運んでくれたの？本当に助かった！ありがとう！いえ、大したことじゃないわ。それでヒルダはどこに？報告します。報告。ヒルダは SOS の知らせを受けて、不当エリアに向かいました。小さな女の子、ジョワ。ジョワンの風船が街灯に引っかかったそうです。ヒルダはいつ頃出て行ったの？ついさっき、ほんの30秒くらい前だよ。急いで行けば追いつくかも。もう遅いよ。どうしたの？やけに機嫌が悪そうね。あなた運動得意でしょ？ちょっと手伝って。何回やっても風船に手が届かないの。任せて。お安い御用よ。ジョアンに代わってお礼を言うわね。無事に取れてよかった。ありがとう。君って本当に優しいね。ううん、困った時はお互い様だもの。クロウさんにも頼まれたわ。お祭りのイルミネーションが故障したから修理を手伝ってほしいんだって。イルミネーション？お祭りの花火とイルミネーションの組み合わせって最高に綺麗よね。みんな毎年楽しみにしてるの。でもそのためには急いでクロウさんと一緒に回路を修理しなくちゃいけないの。ああ、本当はもうちょっとゆっくりしたかったな。でもお祭りのためだし、あなたも一緒に来て。了解。ヒルダ、助っ人を連れてきてくれたのか。こりゃ助かる。こちらは新しくできたお友達、アストラ島から来たんだよ。イルミネーションが壊れたって聞いて自分から手伝いを名乗り出てくれたの。こんにちは。それで私たちは何をすれば？この間の地震でエナジーコンバーターがショートしてさ、イルミネーションも故障してるかもしれないから一通りチェックしたい。でも俺は急いでエナジーコンバーターの修理をしなきゃいけないから、イルミネーションはそっちで頼めるか。5つ直してくれ。なんだ、そんな簡単なことか。じゃあ私がやるわ。じゃあよろしく。私はミアと一緒にブラブラしてるね。お疲れさん。こっちも今終わったとこだ。一通りチェックはしたけど、ちゃんと修理できてるかどうか。そんなの簡単さ。イルミネーションのスイッチはそこにある。自分の労働の成果を試してみるといい。いいの？じゃあやってみる。
ビータ祭おめでとうございます。あれはジーク。計画はどうだ？全て順調です、フレイヤ様。ご安心ください。協力を拒んだ場合は、言わなくてもわかるだろう。存じております。お前は戻って準備を。尾行者がいるようだから、私が相手をする。隠れてないで出てこい。別にあなたは嫌いじゃない。でも質問するときは礼儀をわきまえなさい。ようやく目覚めたのですね。何者かに襲われたようです。ジークも現場にいましたか？ジークには会えなかった。あの女、私が後をつけてるのに気づいてたのね。あいつら何か企んでるみたいだった。でもはっきり聞き取れなくて。検知、体の状態がよくありません。ベンジス不当に戻って休養されることをおすすめします。お祭りもうすぐ終わっちゃうよ。せっかくのイベントだったのに。さっきジークを見かけたの。あなたが探してる人だよね。それで会えたの？それが見失ってしまって。そっか、それは残念。でもその人がここにいるってことが分かっただけでもよかったじゃない。でももうそんなに悲観的になることないって。きっとうまくいくよ。今日はもう休むといいよ。
明日テオのいるベンジス本部に連れて行ってあげる。はあ、そうね。私もちょっと休まないと。ついてきて。町のホテルに連れてってあげる。いらっしゃいませ。お客さん、お泊まりかい？客室は残り一部屋。お祭りのサービス価格だよ。おはよう。昨日はよく眠れた？じゃあ今からベンジス本部に案内するね。行こう。ベンジス重工の本部って入っていいの？もちろん。生活エリアは賑やかよ。この中に住んでる従業員の家族も多いわ。生産エリアは謎が多いの。今回見れるかわからないけど。待って、ここなんだか変よ。ここで何かあったの？わからないけど、何かトラブルに巻き込まれたみたいね。ベンジスの防衛システムは滅多に作動しないのに。ラベンジャーか、大きな変異獣が襲ってきたのかも。でもそれならカレイドおじさんがみんなに避難を呼びかけるはずなのに。どうする？このままテオに会いに行く？うん、ついてきて。中に通じる秘密の通路を知ってるの。ここで戦闘が起こったみたいね。侵入者は何者かしら？アイダの子よ。町の外で見たわ。見て、誰か捕まってる。アイ、隠れ。私が何とかする。ヤッ、エイヤッ、エイ、はい、ダン、はい、助けてくれてありがとう。昨日お祭りの最中にあいつらに襲われて、一晩中ここに閉じ込められてたんだ。衛兵たちは？他にも捕まった人はいる？わからない。襲撃があまりに急だったから何がなんだかさっぱり。あなたは今すぐここを出て港に情報を伝えて、私は他に生存者がいないか探してみる。くれぐれも気をつけて。侵入者は他にももっといるはずだから。助けに来てくれたのか。ありがたや、ありがたや。あなた方は誰なんです？カレイド社長は？わしはここの社員じゃよ。社長はどこへ行かれたのやら。衛兵たちはなぜ港に警報が出てないんですか？アイダの子がヤーンに紛れて襲ってきたせいで、わしらはなすすべもなかった。しかも衛兵の中に大勢のスパイがおった。あいつらは皆アイダの子の仲間じゃ。ベンジスの本部ビルは完全に占拠されたんですか？お祭りが終わった後、戦闘の音が途絶えた。おそらくは。
何の音？まずい、敵の大部隊があなたに気づいたようじゃ。大丈夫、私が相手になるわ。相手は一人か。肩慣らしにはもってこいだ。行け、刹那。行くな、わしらを守ってくれ。やっ、やっ、なんとかできそうだし、私が行くわ。はい。刹那では歯が立たんだと。ジェリナ、行け。こいつ、やりやがる。こうなったら二人がかりだ。無敵兄弟も、これまでか。大丈夫？テオは見つかった？テオとカレイド社長は、連日重工の本部に監禁された可能性が高い。今から調べに行こうと思うの。私も一緒に行く。ダメよ、危険すぎる。あなたは町に戻ってみんなに状況を伝えるべきよ。私たちだけでは大量の侵入者に対抗しきれないわ。わかった、くれぐれも気をつけてね。